藤丸です。今日もね、仮想通貨ニュースとチャートを見ていきたいと思います。このチャンネルでは投資について毎日配信してますので、資産増やしたい方は今のうちにチャンネル登録をお願いします。はい、まず先週の振り返りみたいなところやっていきましょう。昨日ね、ちょっとね、このチャンネル更新できませんでした。まずですね、先週ね、ちょっとやや全体的にリスクオフがね、進んだ状態で週が終わりました。ビットコインいよいよ大統領選挙連休中に何があった後、楽天ウォレットのおっちゃんです。先週史上最高値で跳ね返されましたね。$73,700ぐらいまで行ったんですけど、使用された金は超えられずに、一時$66,000台まで失速しましたと。で、雇用統計は極端に弱かったけども、アメリカのハリケーン安との影響があり重視されませんでした。はい、ただ景気が悪いっていうことにはなるので、ややね、弱い動きになりましたね。で、ハメネイ氏が報復を示唆しております。イランによる再報復攻撃が近いとの見方があって、中東問題が、なかなか収拾つかないことになっておりまして、でそれもリスクオフになった原因の一つですね。で、アメリカ大統領選挙は予想市場でトランプ氏のリードが縮小していると、モシトラポジションの巻き戻しが広がっているということで、それもリスクオフになりましたということで、いろいろね、ちょっとね、悪いニュースが連続してあったということで、ビットコインがやや下がったところで推移しておりますね。はい。で、そんな中ですね、アメリカのビットコイン ETF が選挙前日ですね、昨日、過去2番目に大きな流出を記録してしまっていますと。ビットコインの現物 ETF は11月に入ってからもかなり上昇が良かったんですが、11個の現物 ETF は、5億ドルの純流出を記録したらしいです。11月8日ですね。やっぱり大統領選挙というね、めちゃくちゃ大きな節目で、不確実性があるところなので、売ってる人は売っているというところですね。はい。ただ11月からのね、流入はかなり強かったみたいなんで、直前でちょっと売られてはいるんですけども、全体的に流れとしては、ビットコイン現物 ETF の買いは、ね、強く入っている状態ですね。それが他のアルトコインとかに比べたら比較的高値で推移できている原因でもあるかなとは思っています。はい。で、ビットコイン価格、アメリカ選挙後の行方はということで、3つの大胆予測ということで記事があります。いよいよ今日ね、アメリカ大統領選挙です。明日の、今頃ね、僕がこうやって動画撮ってる間にはもうね、次の大統領決まっているということになっています。で、トランプはビットコインを、アメリカでビットコインをの首都にするというぐらい、ビットコインに対して、かなり力強く、施策をやっていこうとしてますが、ハリスはね、あんまり関心がないし、どちらかというと今のゲンスラー委員長っていうね、SEC の委員長も続投して、仮想通貨関連企業に対して、厳しいね、取り締まりをやっていこうとしていますので、我々ね、仮想通貨やってる人にとって、ハリスになるか、トランプになるかというのはまさにね、地獄か天国かという感じなんですよね。はい。で、トランプが勝利すれば9万ドルぐらいいくんじゃないかということで、バーンスタインのアナリストは伸びておりますと。はい。で、いずれね、11月中に10万ドルっていうのもね、あり得るとかっていう予想も出ているんですけども、ハリスが勝利した場合は、ビットコインは即座に下落する可能性があるということで、マーケットアナリストのマイルズ・ドイツァーは示唆しております。彼はアメリカ大統領選挙の結果に関係なく、ビットコインは10万以上に達する可能性があるが、その道筋とタイミングは結果に基づいて異なると。つまり、ハリスになっても10万ドルは超えるんだけど、ハリスが勝ちましたってなった瞬間結構落ちるんじゃないかっていうことをね、言ってるということらしいんですよね。はい。あとはね、11月末までに10万ドル達するかということで、アナリストのラーク・デイビスって人が語っているんですが、2013年以来11月っていうのは最もパフォーマンスがいい月なんですね。で、平均 46% のリターンをもたらしています。46% 上昇すると、ビットコインが10万4000ドルに達すると。1600万円ぐらいですね。ぐらい上昇しているので、例年通りの上昇率であれば、それぐらい上がりますよってことを言ってますがね。価格自体が昔より高いので、昔の 46% 上昇するための資金と、今のね、この1000万超えているビットコインを 46% 上げるのって、やっぱ資金力が全然違うので、
なかなかね、過去のそのパフォーマンス通りにはね、なりにくいとは思いますが、まあ、それでも10、11月、12月っていうのは、まあ、過去もかなりね、上昇率は高いと、いうことなので、まあ、トランプが勝ってね、順調にね、続伸して、今月中に史上最高値更新みたいになると、かなり順調なね、流れにはなってくると思います。まあ、とりあえず大統領選挙、もう寝ても覚めても今日なんでね、はい、注目していきましょう。はい。あとアメリカの大上場企業のセムラサイエンティフィックっていうところがビットコインを買い増ししたということが判明しました。これはね、ナスダックに上場している医療機器メーカーということなので、まあ、本業は医療機器の製造とからしいですね。はい、そこがまあ戦略的にビットコインを買い増ししているということで、合計でね 1058BTC 持っているということらしいです。ということで、まあ、アメリカの方ではですね、まあ、有名な企業がビットコインをね、たくさん買い増しをしているっていう現象がまあ始まってます。日本でもメタプラネットとかも買ってるしね。まあそういう先進的な技術に関心が高い企業っていうのは戦略的にビットコインをね、買っているっていう現象が発生してます。はい、じゃあチャート見ていきましょうね。まずちょっとね、株価から見ていいですか。先週ね、ナスダックとかも下げた状態で終わりましたので、まあ、ビットコインが下げたってよりは、金融市場全体がまあリスクオフになったということでいいと思います。はい。S&P500 とかもですね、大きくドンとね、5900ポイントぐらいから5700ポイントぐらいまで下がっている状態ですね。はい。ただ、まあ、上昇トレンド崩れたというレベルではないので、まあ、ビットコインも同様というふうに考えればいいかなと思ってます。はい。ビットコイン今ね、$68,800ぐらいですね。先週はもう1週間ほぼ連続でずっと下げっぱなしになってしまいまして、週足がね、結構広い形で終わってますよね。一応、陽線なんだけど、まあ、ヒゲがめちゃくちゃ長いので、この週足だけ見ると、まあ、逆のピンバーってことでね、下に落ちそうには見えるんですけども、まあ、でも、サイクル的にはね、上昇トレンドが続いている状態なので、まあ、今週切り返してね、しっかり陽線出れば、まあ、今月使用された金更新とかも、まあ、全然ね、可能な、チャートかなとは思ってますけどね。とりあえず、先週の週足はマジで悪かったですよね。はい。で、日足の方は、先週の水曜日からずっと陰線が出まして、下がってきたんですが、今は反発してます。はい。まあ結局、まあ大統領選挙次第かなっていうところですよね。まあ元々あった紫の平行チャンネルの中に食い込んだっていうのもあるんですけど、もう一回これ上に抜けてますので、まああんまりもうチャンネルも意識されないかなと、思ってます。で、トランプが順調に勝ちましたらね、そこからね、もうずっと買いが強く入ってくるんじゃないかなと思いますが、まあ、ハリスがもし勝ってしまった場合は、さっきね、アナリストが分析したみたいに大きく急落するようなこともあるでしょう。で、急落した場合は、まあ、日足で、まあ、移動平均線がある$65,000とか、$62,000とか、それぐらいまで叩き落とされる可能性もあるかなと思ってます。はい。イーサリアムについては、もうずーっとね、もう今年の8月から、もうレンジが続いていまして、$2,400で、推移してしまってます。はい。なんかね、僕のビットバンクの中にあったビットコインが、なんかイーサリアムに変えられて、ハッキングされて全部盗まれたっていう今疑惑が出てて、今ビットバンクに問い合わせしてるんですよね。割と結構お金入ってた、お金っていうか、まあビットコイン入ってたんですけど、今日アプリ開いたらいきなり残高0円になったんですよ。あれと思って。で、いろいろちょっとおかしいなと思って、まあ今カスタマーサポートでやり取りしてるんですね。はい。まあそれはどうでも、まあ皆さんにはどうでもいいかもしれないですけど、気をつけてくださいね。なんか僕の Google アカウントがハッキングされた疑いがあるみたいですね。はい。リップルの方はもう上げきれてなくて、だらだら下がって$0.51まで下がっております。はい。BNB もまあレンジが続いている状態ですね。ソラナも先週せっかくね、$188まで上げたんですけど、まぁ、ちょっと調整して$162ですね。はい。トンコインは三角形を、なんか推移してますが、もう今下に抜けそうになってます。週足でも移動平均線の下に抜けてきてるので、やや弱気ですが、まあ主要なね、レイヤー1のコインが上げてきたら、こっちも急に上昇トレンドに変わってくる可能性はあるかと思います。はい。推移は$0.92ですね。はい。まあ、調整はしましたけども、下がってからも、ま、少し買われて反発しているような状態になっています。
はい、大統領選挙の前なんですが、トランプのマガは、弱気でもほぼ王族圏まで落ちてしまっているので、まあ大統領選が終わって上がってくるってパターンはないでしょうから、なかなか史上最高値のね20ドルっていうところはちょっと戻ってこないんじゃない、18ドルか17ドルぐらいですねには戻ってこないんじゃないかなと思いますので、この辺のポリティファイももうちょっとね流行がもう一服しちゃったのかなっていうふうには思いますけどね。はい、あとキャンペーンとしてはバイビットが新規登録とか入金で最大3万ドル460万円ぐらいもらえるキャンペーンずっとやってますので、ぜひメイン口座にしてもらってください。概要欄にリンク置いておきます。はい、あとね、第3のチャンネルのフジマナ TV の方で、僕の地元福岡のね旅をねお送りしてますので、興味ある人は見てください。あとチャンネル登録者もおかげで1200人突破しています。コメント欄の一番上にリンク置いておきますね。今日の動画が役に立った方はチャンネル登録、動画のグッドボタンお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。フジマナでした。また明日。仮想通貨投資なら大人気の取引所バイビットがおすすめ。200種類以上の現物取引とレバレッジ取引が可能で、期間限定で仮想通貨がもらえる入金キャンペーンもやってるよ。手数料が安くなる招待コードがついたリンクはコメント欄の一番上と動画の説明欄にあるよ。またフジマナの YouTube メンバーシップなら毎週限定のコラムや動画が見れたり、毎月質問に必ず答える質疑応答動画が見れるよ。メンバーぜひ入ってみてね。